これは美瑛おすすめ観光地5選。1つ目、ゆいが独尊。これ取っとるやん。うわ。2つ目、パーム富田でございます。足湯しながらラベンダーを見る。ラベンダーアイス。これやばいでしょ。めっきれい。ヒップ系牛がおるって100%アイヌ語。エグ。車じゃないと来れへんね。ということで前編をね、まずはダイジェスト今見ていただいたと思うんですけれども、次が3戦目、3つ目ということになりますね。今回来たのはこちら。ここだけ見ても 100% わからんね。ああ、六花亭か。わかるか。わかるか、そんな。六花亭か。カンパーナ六花亭。神々の遊ぶ庭。いやー、ジンギスカンの白樺も美味しそうやけどね。これランチしかやってない。ここ六花亭やで。誰がわかる。これぶどう園だって。へえ。ここの道路からこの美を楽しんでほしいから、あいた駐車場が遠くしてた。ああ、まあでしょうね。すごいところに来てしまった。カンパーナね。チャンカパーナ。チャンカパーナ。チャンカパーナ。自然の中にありますよ。風うるせえな。俺とどっちうるさい。六花亭。六花亭。一番物深そうなんだ。わあ、入り口が厳格な入り口です。営業時間10時から16時半。早い、やっぱ六花亭閉まんの早いよね。おお、見て。すげえ。なんか見られてる気分ね。旭山動物園の動物の気分です。すごい。あ、冬とか。冬もいいね。いいね。ほらほらほら。寝てはるから。寝てはるから。下着な。六花亭やんのえぐいな。えぐくない？富良野餅だって。絶対限定商品ってまああるよね。浮屋コンポ、混じりっけなし。ともひろ風ハヤシライス。2週間の日本語らしい。ともひろが。ともひろが。誰やねん。俺の中学校の先生の名前ともひろだった。ああ、そいつや。まあね、ここ限定商品とか多分あると思うから探していきたいね。ありました。富良野あんこ。美味しそう。おまんじゅう。青えんど。おまんじゅうだね。六花亭といえば。六花亭といえば。あれ、見えちゃった。あ、閉じて。我々の大好きなね。いや。マルセイバターサンド。スポンサーです。そう。そうそう、我々のスポンサーですから。六花亭さんは。マルセイバターケーキとかもある。へえ、そうなんだ。俺これ好きな。好き。ストロベリーチョコ可愛い。中にイチゴ。フラのカンパーナワイン。そこで取れたブドウが。あ、そこで取れたんだ。ブドウ園で取れた。勝手に行ったけど、そう。多分そうやろ。タオルなんて出してる。やばいね。お菓子屋さんが。やべえ。見て、これを見ながら、このビューを見ながら食べれるからね。これ120円なんですよ。これ110円なんですよ。ちなみにこれなんだっけ？フラのおもち。フラのおもち。これはアルコロ。20円だから。お、もっちもちや。なんだろう、甘くはないよ。甘くないの？うん。本当になんか米みたいな感じ。美味しい。おはぎだ。おはぎなんですか？もち米入ってる。あ、ほら。本当だ。あ、おはぎだ。あ、美味しいこれ。めっちゃ好き。いつも六花亭っていうかマルセイとかそういうお菓子系しか食わないからね。確かに。あんこ食ったの初めてだ。うん。じゃあ外にね、出てみましょうかっていう。うわ、外。外。今これ見ながら食ってたからね。椅子もあるし。もうね、整いテラスやね。マジでそう。あ、こんな景色。水風呂とサウナあるかも。中にあるはずなんだけど。水風呂に関しては空地川に飛び込むっていう手もあるからな。流されるわ。あそこ結構流れ早いからね。落ち着いてるし。何度も言いますが、ここ六花亭にいますからね、我々ね。お、電車が学田駅に。どこ？あ、あったあった、来た。あ、来た。あ、しかもあれやん。モロッコなんとかみたいな。ラベンダーのノロッコ号だ。なんかね、建物が2つあるんだけど、あれとあれジンギスカン。あ、あれ白樺だから、あれジンギスカンだ。ジンギスカンか。神々の遊ぶ庭。神様がいるんですか？俺多分悪いことばっかしてるからダメだ。お、あ、イサムの口だ。出た。俺はね、イサムの口チャンネルで有名な神々の遊ぶ美術館と呼ぶにはいささか抵抗があった。だからってこのネーミングはさらに抵抗があると思うんですが、この方が抵抗を持ってほしい。お、見てやっぱ見てこれ。何この空間。バスケットゴールどこ？バスケットゴール一番好きな作品は各部分あって、そう、冬。何これ？岩礁って書いてある。あっけし。あっけしか。下級面だ。ここあれだね、美術館と呼ぶにはいささか抵抗があるけど、でも一番自然がやっぱキャンバスですね。ここがやっぱ一番のキャンバスじゃない？キャンバスですね。すげえ、こんな空間です。すげえ。え、これじゃがいもだって。じゃがいもの葉っぱってこんな。あ、じゃがいもってやっぱ花きれいって聞いたことがある。そうなの。ここも六花亭ですからね。そうです。六花亭に美術館あるからね。あ、そうなんだ。あれ、富良野餅どこ？マルセイバターサンドどこ？なぜかイサムノグチが。あいつどこにでもいるね。死につき没。いやー、素晴らしかった。カンパーナ六花亭。ということで前編の動画からね見ていってほしいんですけど、3つ目のスポット、はい、カンパーナ六花亭でした。4つ目にじゃあ向かいましょうか。4つ目ちょっと遠いからね。ここからそうですね、ちょっと車移動で行ってきます。ブルーポンド、ブルーポンドですね、池だから。あ、こう駐車料金取られるっていうバカみたいなの。あ、やべえ、待ってた失言。まあ維持費がかかるんで、やっぱこういうとこはお金を払っていくっていうのが礼儀ですね。500円は高いよ。フォローしたって言うなよ。やばくない？大型バスとか2000円だぜ。どうもー、 YouTube チャンネルの山口とあいちゃです。コップンかー。ということで次4つ目かな。もう朝、11時ぐらいに富良野着いて、もう時間今3時、4時間ほど経ちましたけど、4つ目のスポットはあくびすなよー、青い池です。青い池です。出ました、白金青い池。いやー、もう富良野に来て、富良野美瑛だけど、今ここに来ないことはないね。大丈夫、見なくてもわかる。あ、そうした。もう毎年来てるんで。あんた通算で何年連続ですか？あなた今年で3年連続を達成しました。毎年来ております。しかも毎年夏に。まあまあまあ、何回来てもいいね、やっぱり。毎回思うけどね、アバターの本拠地と言っても過言ではない。本当そうですよね。それぐらい青い色だから。スピルバーグが作ったんじゃないかってぐらい青いですから。ここない。これ今木で隠れてるけどね。そんなことしても見えんから。袋閉じ。あ、ちょっとずつ見えてくるんだよね。ここからね。すげえ人だな。あんまこういうとこないんじゃない？ここしかないよな。まあ北海道でもなかなか異例の場所だよね。ここは青池レストラン。青池アイスが食べれます。またアイス？もういらないです。舗装された道を一切歩かない我々。美瑛駅 17.9キロ。歩けるか。歩けるか、こんな。いらんご。美瑛駅からねバス出てんだけどね。何分？結構時間かかったぞ、ここから美瑛駅から。そうなの。あ、ちょっともう見えてますけどね。まだ見せません。まだ見せませんよ。そんな簡単に見れると。早起きしてた。数秒後に見えるんですけどね。うわ。まあここかな、入り口はね。おお、今日青い日だ、ちゃんと。しっかり青い日だ。よかった。よかったよかった、しっかり青い。今日はたまにね曇ってると青くなる時あるから、ね、あ、そうなんだ。だった人がすげえな、ね、色もすごい。切り裂いていく白樺、そろそろ見たい。そろそろがっつり見たいです。でんでん、うわー、神秘的だわ。ご覧あれ。反射してんのがいいよね。ね、木が。なんでこんな青いんだろう。ミネラル。青い理由はね、ここに書いてあるよ。後ほど。後ほど。青。サムライブルーですね。この夏。彼らは躍動した。三笘のシュート。日本人がいないんじゃないかってぐらいね、外国の方々人気ですけれどもね、今ね。綺麗ですよね。あ、ここから見やすい、見やすい。あ、すげえ。これめっちゃいいじゃん。ブルーハワイは全部ここで作られてますから。嘘つけ。豆知識じゃなくて嘘だろ。青池ジョークです。すごいね。でもここ本当に来た方がいいというか、もう選択肢ここを選ばないはずがないって言った方がいいかな。そう。あ、ここに来ると見やすくなった。みんなあそこに固まるんだ。だからほらこんな落ち着いて見えるね。ここまで来るとね。何がどうなるの？あっちとか奥とかさらに透明だね。ね、いやちょっとずつやっぱ色が違うね、こことあっちと。本当だ、こことね。味噌汁ずっと置いといたらこうなるみたいな感じです。あ、お湯と分離して味噌とそういう感じです。え、なんでみんなほんとこっち来ないの？ミハ泊まるやつはそんな歩きたくない。こっち来た方が見やすい。ここまで来て歩きたくないとか言うとちゃんとこっちまで青いからね。お、書いてあります。なんか波長の短い青い光が映し出された。ああ、なるほど、わかりました、わかりました。簡単に言うと、まあ青い稲妻ってことですね。青い稲妻が動くせいでごまかすなよ。これ高校の科学やってればさそうだね、俺ら高校の科学やってたから分かるやん。コロイドが生成されました。高校3年生の時に来てたら分かったね。分かったね。いやでもなんとなくさ、理論は分からん。波長でさ変わるやん、色って。ああ、なるほど、うん、俺文系なんででもこれしかないんだね、うん、上から見たら。ここしか青いけどちっちゃいんだね。他もう全部森だから。こう水が溜まることによって、うん、アルミニウムを含んだ水がやっぱ濃くなってって。コロイドにさ、なんか光当てたり科学の教科書であったやん。ヘイシリ、コロイドって何？虫です。虫ですAI に無視される男ということで、まあ滞在時間はねそんなに長くないですけど、青池自然が生み出すこの神秘さっていうのを大切に保管しておかないと目に焼き付けていく。こんな大きくで、ね、美瑛液 17.9 キロと書いてありますけどね青池グッズ再現された。本当だ、誰か飲みかけの商品ちゃうね。コースターかもしれない。これ青池の恋人、青池まんじゅうとかもあったわ。これ、うん、青色って美味しそうに見えない見えない。ラベンダーソフトうまかったからさ、確かにワンチャンうまいんじゃない。では4スポット目でした。じゃあ最後、次5スポット目に向かっていきましょうか。はいよー。はい、さっきのところから白池から、白池じゃねえや、青池から白池と混ざってる。白池と混ざりました。車で5分ぐらい。今回は白ひげの滝というところに来ました。最後5つ目のスポット。グラ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 。あ、すいません、ワンピースです。おお、分かる人分かる火山噴火が作った滝ですって。こんな噴火したの？100、えぐっ。1988年。この滝の水がどっかの水と合わさって青池の色になるみたいな。へえ、あ、書いてあったね。コロイドね、コロイド、アルミニウムはコロイド、コロイド、そうそう。おお、これ橋なんだ。この橋の上から滝を見る感じね。あ、そういう感じ。待って、青い。うわ、そんなバカな話はあるか。あれはコロイドが溜まって、青い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 。すげえ、え、すごい。これパチパチだ、パチパチだ。どうぞご覧あれ。いや、落とすなよ絶対絶対に落としちゃいけないから。いやー、伝わってるかな。もう青いもんね。ね、白ひげの滝ってやっぱ滝がひげみたいだから。ああ、この滝の感じが顔になってんじゃない、この森がそれは主役すぎたわ。見てこの上の景色も。おお、怖いね、やっぱり高いとこ。俺は全然生きんな生きんな。ちょっとだって斜めになってんだもん、この橋が。本当だ、うん、今ねこうなってんだよね我々。俺はこう、こう言わないといけない。こう登ってんのよ。こっちも青い、こっちも青い。青い青い、もうすでに青い。え、見えるかな、川の底までちゃんと見えるの。すごいよね、透き通ってるよね。で我々がさっき言った青池があっち。さすがブルーハワイ源泉かけ流しですすげえ。いやー、マジで感動もんだわ。どこから滝流れてんだろうね、あれね。ここら辺から落ちてる。確かに、なんかよくわかんないよね。青池は行くんだけど、うん、いや、あんま来ないよね。確かに、俺も初めて来た。なんかこっち側に来れば来るほど橋の斜め具合がすごい分かります。あ、こっちから撮ればほら分かるかな。分かるから、こう斜めっていうのが本当に斜めってるわ。何この上、やばいやばいやばい、嫌です。我々結構高いとこ上りチャンネルとしては、なんか俺最近オスグッドで26歳にして成長痛がちょっと来ちゃって、久々にオスグッドって言葉聞いたけどね。もっとさらなる景色を求めて。展示ルームだって入館無料。じゃあ皆さんはぜひ行ってみてください。見えると思ったら全然見えない。全然見えない。日本にある火山は全部でいくつあるでしょうか。知るか。当たったら降りていいってこと。101で。101。うわ、果てしな。あ、違った違ってるやん。111でしたね。111。果てしない闇の向こうに。おーおー、やった、ゴール。おい、ちょっと涼しいだけ。おい、あそこちゃう。おい、あそこちゃう。あそこちゃうじゃないね。あそこちゃう。車で来れる。車で来れたという。どうなってるの。ねえ、まあまあまあ、ちょっと見ていこう。ほらほら、絵の具でね。ちょっと見づらい。終わった。災害時避難場所ですってここ。ここまで来なあかんの。開いてた。開いてしまった。行ってみる。入る流れなんで入りますか。公民館みたいな2階。これ飛んでくんだって。うわ、噴火したらこれ飛んでくんのきついって。川島英二でもパンチングしたらクソ言うならワンチャン。そう言うならワンチャンある。よっしゃっす。よーす。人いた。怖いねこれ。おお、床範囲やって。あ、こうやって。え、すごいすごいすごい。こんなに来んの。え、来すぎじゃん。溶岩。あ、俺のとこまで来るよ。来た。あ、おしのとこまで来た。あ、おしのとこまで来た。え、普通に美瑛とかもろよ。うん。美瑛小学校やられる？うん、全然やられる。うわ。え、富良野まで行っちゃうよ。これ富良野の地図だ。ということで、タクシー呼んでいいですか？来るんかな。まあ今回のホテルは高くないです。めちゃくちゃ綺麗。これはえぐいな。えぐいやろ。これはホタテの海鮮バター焼きでございます。海火最高。最高やね。ここ最近のサウナで一番気持ちよかったね。見て。狭い。うわ。ということで前編の方もね、ぜひ見てほしいんですけれども、美瑛富良野エリアで絶対に行くべき場所5選ということでやってきましたけれども、全部良かったけどね。いや、すごいね、刺激的な体験でした。そうまたね、勝利まだまだ全然トップ5ってわけではないですから、いろんなねとこ紹介できますから、他にもね全く同じ企画をね投稿するかもしれませんということでね、まあ、他にもね旅行の動画上げてますので、本当だ、煙立ってる。ぜひチャンネル登録お願いします。それではありがとうございます。さよなら。じゃあダッシュで下りましょう。え、ダッシュする。やだー。